皆さんこんにちは、ウイシンデザインホームセンターの森田です。いよいよ第4回目、今回で最終回となります。今回はですね、前回は悪い使ってはいけない、日焼け止めっていうものをお伝えしましたけれども、まあ、今回は逆に、まあ、安心で安全である、日焼け止めをご案内させていただいて、最後締めくくりたいなと思っております。で、今回、ご紹介するのがですね、ちょっとこれ申し訳ない宣伝になっちゃうんですけれども、あ、これ画面にもすでに入っちゃってますね。こちらになります。こちらですね、メイドオブオーガニクスサンプロテクトクリームっていうもので、まあ、ベイビーって書いてあるこちらですね、赤ちゃん用と、ね、まあ、こちら、子供から大人まで、一般用向けですねになります。で、前回お伝えしたですね、悪い成分、合成ポリマーとか、あの合成界面活性剤、紫外線吸収剤っていったようなものはもう当然ながら入っておりません。で、まあ、自然成分、をベースにですね、作られておりますので、まあ、あの非常に、まあ、安全な、日焼け止めクリームとなっております。で、ちょっとこれの簡単な説明だけね、ここに 57.3% っていう数字あるんですけれども、まあ、これはあのオーガニック成分配合率ですね、それが 57.3% 入っております。で、こちらはですね 38.2% と、ですので、肌が非常に弱い方とかね、敏感肌の方にはもう当然こちらの方を使っていただいた方がいいのかなとは思います。で、まあただね、ちょっとね、この SPF15 っていうふうにちょっと数字が少ないですけれどもね、でこちらの方が、30となっておりますんで、まあ、日焼け止め効果は、まあ、こちらの方が高くはなっております、数字的にはね。で、もう一つこの商品の特徴なんですけれども、実はですね、ここに、モスガードって書いてますよね。あのモスバーガーじゃないです、モスガードというしょうもないこと言ってますけど、このモスはあのモスキート、要は蚊です。実はこれ虫除け効果も入ったあの日焼け止めクリームなんですね。で、あのちょっと余談なんですけど、蚊っていうのは実はですね、人間にとって一番本当は怖い、生物です。っていうのは、蚊そのものは怖くないんですけれども、蚊を通じてですね、もういろんなあの、まあ、病気ですね、感染、まあ、血を吸われて感染した場合に、それで、非常に多くの方々が蚊によって亡くなっているっていうので、本当は蚊っていうのはもう世界で一番恐ろしい生物になります。で、それを やはりですね、そういった蚊も防いで、なおかつ、まあ、日焼けも、紫外線も防いで、肌とか、体に優しいという、まあ、こちらものになっております。あとですね、ブログの方にあの他のね、あのメーカーさんの本当に、これって、こちらとね同じように安心安全なね、商品というのをちょっと2つほど見つけましたので、そちらもね、あの載せておきます。で、まあ、あの別に そこのねメーカーさんの回し物でも何でも全く関係ないんですけれども、これは安心だなっていうものをね、やっぱりあの皆さんにお伝えしたいと思いまして、後ほどね載せておきますので、またよろしければご覧になってください。はい、全4回にわたってですね、あの紫外線について、いろいろ語ってきましたけれども、少しでもですね、ちょっとお役に立てればなと思います。まあ、4回目はちょっとほとんど宣伝しちゃいましたけれども、申し訳ないですが、
はい、まあ良ければで結構なので、またね見ていただいて、気に入っていただいたら、ポチッと、まあ、購入していただければとは思いますけれども、まあ本当にね自分の、体に合ったものを使ってですね、本当に安全で快適に過ごしていただきたいっていうのがもう本当の本音なので、この夏ね快適に自然のものを使った、日焼け止めだけじゃないですけどね、もう、まあ、食品に関してもそうですけど、もう自然のものでできるだけね体に負担をかけないように、なおかつね楽しく過ごしていただけたらと本当に切に願っておりますので、これ、今後ともねまたいろいろこう YouTube 発信していきますけれども、まあ、改めてよろしくお願いいたします。今回は以上となります。ありがとうございます。